サクコイ。ウリュツベイ。ウリュツベイ。ここは Wi-Fi の入る駅で5分停車したので、慌てて更新してダウンロードしました。急いで急いで。特急待ち。出先で全然 Wi-Fi 入らんかったんよねー。また全員か。そりゃそうでしょ。今回は課金できないや。ハブちゃんのフォトブックの美女がやばいからな。どれも欲しくなって困ってる。フォトブックは3000円払えば必ず欲しいものがゲットできるからね。9月29日から10月14日までほぼ2週間。長いのは辛い。以下のメンバーに変更しますか？そもそも選んでないが。誰を推しメンにしますか？がいいね。これフォトフォルダーがもらえて、次のイベントからも彼氏フォトもらえるから、自分だけのフォトブックを作ってね。ってことか。こういうお金のかからない報酬を作ればいいのにって思ってたら称号来たね。10月の5日まで頑張って、10月の6日からも頑張ってってことやな。イベント中はずっと頑張ってってことだな。この辺はやってみないとわからない。文字って伝わらないのよねー。兄弟成功か。こちらが香水の代わりか。スキップチケットくれやんのか。恒例の報酬確認から。あ、今回のカード？いや、こちらは SR の夏制服だよ。ほんまや、冬制服も来た。冬私服も。初恋ブレザーか。SSR 確定は2100万。どういうポイント設定なのか気になるね。前回は1200万だったもんね。3000万で今回の SSR 確定チケット。ランキング報酬がすごい。たくさん課金してくれた人にはたくさん還元するものだ。私は無課金なので諦めときます。このランキングは全体の順位みたいですね。推しメンじゃないのか。私は真面目にイージー、ノーマル、ハードの順で真面目にクリアしちゃったんですが、スタミナ消費を抑えるためには最初からハードでいきましょう。あ、いきなりいけるんだ。うん、デートはまだできないのか。イージー、ノーマルをクリアするメリットはほぼないです。スキップチケットもらえるのに。うん、ハードを3回クリアしたらスキップチケット30枚もらえるし、スキップチケットでクリアしても高確率でスキップチケット落ちるし、減らないんだよ。久しぶりの制服ハブちゃんとのバトル、綺麗ですねー。楽しかった。またね。ほらね、初回クリアだけじゃなくドロップもするんだよ。ボーナスはなしと。イージーは10ポイント、ノーマルは20ポイント、ハードは30ポイント。ここで電車が発車したので Wi-Fi が切れた。なのでやっと家でゆっくり説明を読んでます。不具合があってはビーシ配布しましたよ。めちゃログインボーナスくれるやん。ログインの模様を録画してたけど取れてませんでした。いのりちゃんいただきました。で、ずっとログインしたらセレクトチケットくれるんだけど、みーちゃん、いのりちゃん、まつりちゃん、るんちゃんからのセレクトなんだってさ。ハブちゃん選べないのか。まあそやガチャ回さなくなっちゃうよね。そうねうん、自分に言い聞かせてます。さあ Wi-Fi 入ったしどんどん行こうって思ってたら、得意属性でもやられちゃったよ。育成不足にアクセサリーに装着では得意属性でも勝てません。あ、合わせたら緑に対して青できてしまった。苦手属性じゃん。どうしよう。なんか結構攻撃通るわ。相手の攻撃もめっちゃ通ってますが、スキルが効かないな。さすがハブちゃん。
さすがみーちゃん。ちゃんと育成してアクセサリー装着してたら、苦手属性でも勝てると。緑は弱いので同じ属性で。あっさり勝てました。楽しかった。またね。今回のイベは決勝をたくさんくれるので、いっぱい育成してくださいね。っていう運営さんの配慮を感じる。ハードをクリアすればスキップチケットで。もう100枚超えてるのね。こっから減らないんだよね。楽しかった。またね。かなりの高確率で出るんだね。めっちゃ結晶くれる。結晶台欲しいって X の作恋感想で見た気がする。リクエストに答えてくれたんですね。と、こうなるとですね、スタミナチャージ使っちゃう。貯めとこうと思ってたのにね。ハグちゃん。これはたまらん。じゃんじゃん行くよ。デートできるみたいよ。HP6000。なかなかだな。ここはホノスも参戦してもらおう。上がる上がる。80までいけるよ。ちょっと諸先輩方がまだ70なので。みーちゃんとチケね。ということでハブちゃんとクリティカル時2倍デッキで。ホノスにアクセサリーは。つけてるメンバーから外すの面倒だから、新しいのつけたいんだけど。多分パールが足りないからまあいいかなって。うわ、みーちゃんが SP6 でスキル使うように設定しといた方がいいね。面倒くさがっててはいけません。時空デート？デートもスキップできます。楽しかった。またね。8000ポイントか。ガチャの存在忘れてたわ。優勝は18分の1だから引かないねえ。うわぁ、作恋の餌であった。1ガチャに3人が亡くなってしまった。それでも2分割のユニエアよりは確率がいいかな。SSR 確定もあるし、まあそうか。でもユニエアは所持数制限ないのよ。覚醒に当たる上限解放もしやすいし。一長一短。回さないのでここで堪能しときます。他のガチャもさーっと見るだけ。皆さんはログインしてゆっくり見てください。ということでスタミナチャージをつい使って時空デートとやらをしたいと思います。表情の変化が素晴らしい。推しが多い人は大変だね。一人につきスタミナ300必要だからね。毎日これプレイしてたの21時頃なので、スタミナチャージしないと1日目のこれに間に合わなかったという。これちょっと待って、金の鍵もらえた。恋愛で使いそうなやつね。お待たせしました。3つともマックスになると、関係性が噂の2人になり、たくさん報酬もらって、二人きりチャンスが現れます。これが毎日やるので毎日やりましょう。昨日知らなかったので我慢できずにスタミナチャージした私は偉いと思う。三択なのね。これで多分ベリーグッドを3回出すと超大成功になる。これは成功の報酬。大成功今日出したけど取れてなかった。これで超大成功したらボーナスバッジがもらえると。ボーナスバッジより三択が楽しくて仕方ない。ずっとこういうのがしたかった。選択制をしたかった。ときメモ
みたいに。女性でも楽しかったよね。時空デート来た。ねえねえ。残り4分。ちょ、急がないと。HP10000。マジかよ。時空デート行く前にゲットした結晶で、最強デッキ組んでおくのがおすすめ。話って何？さすがに手動なんだね。もちろん。シャイ使ってくるの厄介だな。未だに謎が解けきれないシャイ。あっこのス SP6 設定してないや。育成とスキル変更を忘れなく。あ、アクセサリー。ま、あと3500だからいけるやろ。時空デート時間の5分とかあっという間だから、事前の編成、育成、スキル設定マジ大事だな。残り2分。あ、まだ2分あるの？スキップチケット使えるって、ま、楽しかった。またね。しかも使った数ドロップ。やばい。これは昔からあるやばい方のやばいゲームだ。そりゃこうなるよねー。怖いからまず200から。楽しかった。またね。これやばすぎじゃね？マジ。スタミナゲームじゃん。そうだね。残り2分。まだまだスタミナチャージ使えますよ。スタミナチャージとスキップチケットを使えば、あっという間にポイントを稼げますよ。いや、ポイントを稼ぐならそもそもガチャするし。今回スタミナチャージを使ってる場合では、でも我慢ができない。この後全部使い切りましたとさ、脳のタガが外れた。楽しかった。またね。追加で第一本使ったらレベルが上がって、時空デートで使い切り。楽しかった。またね。全部使い切った頃にはこうなりましたとさ。やばいぞ時空デート。スタミナチャージ欲しくなるねー。お花の出番ないな今のところ。花束100が石2500。スタミナチャージ代が個数制限なく売られている。これはやばいな。やばいしか言えやんのか。うん、